それでは、えー、福島ヒンバステークス、え本、ー、ちゃんの方行きます。えーと、クチューバー、ファイト、チャ今回は頼みますわ、もう。もう外れんの、いえ、もうね。もうね、とにかく頑張って、これ。い行きましょうえー、福島ヒンバステークスで、でもう簡単、これ。えーっとね、もうどれ来るかってもわかりません、これ。 正直僕はね、血統とかね、枠とかね、記事とかね、まあ、前奏データとかね、いろいろ見たんですけどね、やっぱりここの舞台ってね、やっぱ高校さんね、荒れてるようにね、わかりません。はい。もう、どれを、どの重視するか、皆さん次第です。はい。相変わらず独断と偏見でいきますね。はい。ということで、えーっとですね、まあ、特注馬はね、まあまあ、たい、えー、皆さん、 えー思ってるぐらいの図ですかこれえーぶりがあるとは言ってましたね確かずっと僕 えー、まあまあ、こんなもんですかね、人気ね。ちょうどいいとこちゃいます。で、えー、まあ、明日だったらもっと割れると思うんですけど、ええー、副賞今、ブリがあると結構売れとるんで、多分明日だったらもうちょっと柔らかなりと思いますえー、まあ、大体予想通りクイーンズミラーグローが、まあちょっと抜けるかなぐらいやったんで、まあ大体いいかな、ぐらい思ってます。ちょっとあと単賞とか副賞、あとワイドの図が結構ゴロゴロしとるんで、結構これ当日の、 昼間以降結構重視してみた方がいいですね。オッズはね、結構、ああ、ここのオッズの方が折れてないとかね、ああ、ここめっちゃ売れてるとかあるんで、単勝だけで決めつけるのは絶対早いんで、このレース。はい。で、えーと、本命にしましたね、結局、特注馬ー。えーとね、他見当たらんかったんすよね、この馬っちゅうのが。えーね、デブリガルトは、えー、一応、 本命打ちましたけど、あくまでも馬券圏内で、音的にもみはある馬で本命してます。頭でくるかって言われるとちょっとうーなんですけど、まあまあまあ、来てもおかしくないからぐらいですね。ちょっと外行ってもうたんやけど、まあ、許容範囲でしょ、11番。えー、っと、まあ、うちでよかったんですけどね、ほんまね。 え、そうですね。11番というのもね、スタートとか結構いいんで、ええー、と、もう、早めに出てもろって、えー、そこまでね、極大に逃げるま、今回いないんで、えー、早めに出てもろっても、うちうちつけて、えー、ね、勝浦さん、えー、もう福島は理解しとるんで、これ事前調査でも言うとるんで、う、えー、ちうちつけて、最後貯めてね、うちで貯めてパーン言うけばね、えー、それ期待してます。はい。 で、えっ、ー、と、もう、だいたい断で割愛しますね。えっ、ー、と、3ヶ月、この馬だけ唯一空いてるます。で、他の馬はね、結構中山頻馬とか、その阪神県頻馬で負けたり、前、えー、前線した馬が経由してくる舞台なんですけど、えー、この馬だけね、しかもこれね、えー、1000万、えー、勝った後、しかも1月ですね、えー、これ勝った後じっくり待って次中山頻馬行きたいですね、言うてて、 ここちゃんと来たんで、ね、賞金覚悟で来とるんでね、1600万クラス、下手しいデレン舞台でしたもんね。えー、それでも狙ってたんでね、えー、えー、と思いますよ。これはもう仕上げてるでしょう。で、過去に、えっ、ー、と、福島2勝してますし、相性はいいと思います。えー、打ち打ちためる競馬、ええー、期待しますね。前走もなかなか内容良かったんで。 で、まあ、ここ2回負けたんは、えー、左回りのワンターンの競馬で壁作れんかったってとこですね、これね。はい。もう大体言うと、言うとったんで、事前調査を見といてください。大体言うてますこれ。で、勝浦さんね、えー、先週、もう、わかってるんで、もう、ここ大体、基本福島やったらリーディングは勝浦さんだね、基本ね。はい。もう、奇襲ですね、とりあえず本命は。奇襲と、えー、っと、まあ、福島、えー、まあ、もう相性員と1000万から待ったっていうローテーションね。はい。 えー、これで一本目歌してもらいました。えー、では対抗行きましょう。えー、対抗ね、正直もう、ほんの30分前、キオの風にしてたんですけど、ちょっと、うーんー、クイーンズミラーグロをそこまで落としきれんかなと思って、再び上げました。えー、二番手、対抗クロス三角対抗者、えー、対抗か、対抗クイーンズミラーグロ。えー 逆にね、下げようと思った理由はね、安状なんですよね。えっ、ー、と、豊かさんですね。豊かさんね、福島久しぶりなんですよね。えー、過去3年のデータ見たら福島0011ってことで2000円しかしてないんですよね。なんか住所で呼ばれたんかな。えー、それ以外全然走らないんで、久しぶりでちょっとね、ポカされたら困るなと思って4番手ぐらいまで下げとったんですけど。 まあ、それでも馬がね、えーと、仲間ひんば3着、愛知杯3着、えー、で、えー、その前ですね、え阪、ー、神、カウントダウン、ステーク、水、条件上がり1着と、えー、成績は抜群にいいんで、えー、ここ最近安定しますね。で、えーとね、基本この昔はね、後ろからこう、素足生かす競馬だったんですけど、ちょっと前目つける競馬、えー、覚えてから結構安定した成績残しますね。 うん。で、えっ、ー、と、去年一応出てますね。去年はね、しかもその前の仲間頻馬でもう前目つけたけど全然あかん競馬からの、えー、福島頻馬ステーク5着と。えー、これ考えたらね、今回ね、ちゃんと前線して前で粘っての競馬なんで、この後まあ別に一着でもおかしくないかなと思ってね。まあ人気通りでしょうね。うん。うん、そうですね。使い続けてるわけでもないんで、えっ、ー、と、一応愛知杯からちょっと と休んで、え、今年3層目ですか特に悪くないですね、ローテーション的に。はい。無理に使ってきたかも多分ないと思うんで、ここぐらいカットかんとあかんかなぐらいですもんね。一戦のバカの人はまだ勝ってないんで。はい。暗状がちょっと個人的に不安ですね。えー、なんかニュース持ってますよ、これ。5年ぶりの春の福島に重症部位。あ、そんな久しぶりなのえー。はい。ということです。 うんえー、次行きましょう。えーとね、黒三角行きましょう。ワインファビラスにしました。えー、最近パッとしない競馬が続いてるわけですけど、んとね、個人的にはね、こんな距離短いとこ走ってる場合ちゃうんちゃうかなと思ってね、中山戦六、えー、まあまあまあ、ニューイヤー三着ですか。ターコイド五着と悪くない前線マンなんですけど、 うん京都ヒ繁も絶対短かったしね。これ無理やり頻繁やからこの路線使っただけなんで。えー、前走もちょっとトンプステイクス、まあ、えいって、へばって、9着。ちょっとスローに泣かされたんかな、多分。瞬発力系じゃないんでね。粘ってなんぼのもなんで。で、えーと、一応ですね、昔福島で勝ってるんですよ。まあこれ未勝利戦なんでね、全然参考にならんのですけど。えさっさらね、これ以降ってね、えー、その後まあ、ワンターンのストール競戦6とか使ってるわけですね。ジュメナルフィーズ2着と。 ただね、その後、まあ、オークスはここらの重傷を除いたとして、週科賞とかね、ちょっと、4コーナー使った競馬まだ、それ以降してないんで、ここね、えー、福島1008で、えっ、ー、と、行き、がちょっと、えー、入る舞台戻ったらどうなのかなって、正直思ってますねステイコールズ3区なんで、正直距離的にね、この専用線六6走る場合じゃないん。 でちょうど、えー、この舞台ね G3 福島なんで全然マイナーの馬走ってきてるくれてるわけなんでこの舞台別に、えー、一発あってもおかしくないんちゃうかな思ってますちょっとあれかな母父に孤児院入ってんのがあれかなちょっと長い距離走らされへんあれなんかなちょっとやっぱ孤児院さんはやっぱね中距離短距離なんでね うん、そこがやっぱ響いてるんですかね。一応まあ、ウィンブライトの妹ってことでね。ウィンブライト言ったらもうね、スプリングステークス買った馬なんで、えー、福島1じゃ、えー、長山18買ったんやってか、それね。福島18ぐらい平坦やし、全然、あ、明日しもかしないんちゃうかな、思ってます。ね、1008やったらまだね。はい。でも、ま、枠、あ、もね、えー、っとまあ、えー、福島品馬ステークスで宇宙枠有利なんで、全然どこ入ってるし、えー、松岡さんです、感情。 えー、松岡さん、成績、こいいんで、えー、ですね、松岡さん、えー、この舞台、いいです。福島、千八はい。で、戻りすぎだ。すいません。えー、4番手、じゃあ5番手、次、4番手か。浮世の風ですね。今、ちょっと人気出過ぎてますけど、えー、でも、こんなもんなんかな。うん。え毎、ー、回、まあ、上がり最速マンですね。えー、素晴らしいですよ、これ。上がり最速。ターコイル、ちょっと4着でしたけど。 えー、その前も上がり最速がビクトリーマイル。えー、高松宮も上がり最速と,と。で、えっ、ー、と、この馬、えっ、ー、と、アンジョヨハヤトくんってことで、吉田シダハヤトさんも、えー、この舞台相性いいんで、とりあえず相性いい岸和、勝浦、松岡、吉田ダハヤトさん、3人はちゃんと入れました。で、えっ、ー、と、この馬、対抗してたんですけど、まあね、ね前めね、中段ぐらいつける競馬してくれたら正直対抗候補かな思ってたんですけど、 うんやっぱり後ろから行っちゃうかね、ハヤトさん。どうでしょうこれね、中段ぐらいつけてくれてね、最後ちょっと足いっちゅって出すぐらいだったらね、ちょうどいいんですけどね。うんそうですね、金ランド、えー、1002でハマって、そっからね、今、1002、えー、1006、まあ、100 100使ってきて、で今、まあ、ここ1006ずつ使い続けてきて、今中山頻馬ですね、さいえー、最後。 これね、距離1008まで、まあ昔ね、えー、昔1006使っとって、やもんね、1008、初の1008走って、後ろからのいつもの競馬やったんですけど、それでもね、へばらんとね、ちゃんと6着まで来てるんですよね。ってことは正直1008までは別にカバーできる距離ないなぁと思ってね。 うん。で、平坦な福島やし、前走の中山で絶対タフちゃうんで、ここ来てもおかしくないかなと思ってますね。枠も6番っていつも通り、えー、毎年来てる6番ですね。で吉田早いとくんでしょ福島相性いいでしょで、中段、そうです。最高峰じゃなくて中段ぐらいにつける競馬してくれたらあるんちゃうかな思ってね。ほんまは対抗後輩やったんですけど、んもしかしたらまた前走みたいに届かずの競馬なりそうなんで、ちょっと下げましたね。やっぱ客室考えたらやっぱマイナスなんですよね。ただね、 前ののこの、えー、見たんですけど、えー、なかなか足はいいなと思ってね10番の黄色なんですけどね。 えー、この舞台もですね、えー、っと、まあ、前々、ちょっと前から言うてる、えー、下ですね、ちょっと多分巻かれてますわ。で、当選ベクトルうちで帰ったやつですね。で、クイーンズミラーグルも、えー、うちうちのこの白棒一番で粘ってるわけなんですけど、ここもちょっと下が茶色ジョ、シャーシャーしてますね、これ。多分砂巻かれとったと思いますわ。の、えー、あれで最高峰、ここですね、この黄色の後ろ、後ろから二頭目ですね。この外、えー、うちが完全に有利な中ですね、あの外から、まあえー、マジックタイムぐらいの競馬集会で2着あったと思うんですけど、 まあ、マジックタイムの後ろだったんですけど、まあ、この馬ですね、こっからの上がりがすごいですね。まあ、6着ぐらい終わってるんですけど、えー、位置取りが悪かっただけで、足はやっぱすごいなと思って毎回思うんですけどね、この馬ね。全然全然味の問題なかったっすね。えー、ね当選ビクトリー打ちで勝って、マジックタイムだけちょっと強かったんですけどね、やっぱりね、相変わらずね。フィードミラウルも打ちやったし、パールコードもある程度打ちでも前走ってたし、デニマンドルビーに設定6着と。まあ よかったと思いますよ。3 3三0号で上がってるんで、七回も。うん。あんだけ外回って6着やったら十分でしょ。えー、今回中断つけてくれたら、えー、もしかしたらあると思ってます。はい。で、えー、っとね、もう一頭だけ、えー、言って、評価言いましたね。えー、っと、ツ印ですかペイチャフィリス、えー、これはシンプルに逃げで残るならですね。えー、このままぐらいなんでね、花奪うの多分。多分ね、うん。 で、うちね、そんなね、極端に逃げたそうなのもわらんかったねで、ちょっと枠順で見ましょうか。えー、そうですね、キ毛部ブ、ダンサー、アンジュ、レベッカー、で、そこからハビラスとかでしょそれ考えると、ちょっと花歌いた馬が全然いないんで、それ考えたらペンションヘリスがね、のんのんとね、逃げてくれたらね、これね、逃げ粘れるかもしれん。このオッで美味しいよ、これ。えー、前奏、えー、阪神、全6のオープン、えー、まあ、マイルなんですけど、 えー、もう独特の逃げですね、これ。えー、毎量この、えー、ラップ刻んで2着ですね。えー、今回、まあ先行争い、えー、激しいそこまでならんと思うし、えー、しめしめと逃げてあると思いますね。はい。3着ぐらいありそうですね。はい。ということで、以上5等ですね。ブルガ、ある、ブリガアルタ、ミラーグロ、ファビラス、風あと、ペイシャフェリス。以上5等です。はい。 で、えー、買い目ですね。いつも通りね。問題のね。はい。ちょっと待ってくださいね。<laughs> もう嫌や,や、鼻痛い。ね。イエス、お待たせしました。ワイドボックス。えー、さっきの白ルごと、8000円かける10.8万円。 えー、生まれんバックス、本命大国の三角、上位3頭 5000×3 で1万5000。ここでほぼほぼウェイト締めてます。で、あと、三連単。えー、もうここ、もう、本命の、えー、何やったっけ、ブリガールタから、えー、三連単。えー、生まれんボックスーターで三連単。えー、本命から、えー、と、2着に、えー、10頭ですね。えー、大体内訳ですわ。と、あと、ページャフェリスまで含めてですから。あと4番抜いてますね。なんか忘れたけど。 で、そこからの、えー、5番9番、対抗クロスんか。これ生まれボックス外した時にこっちで当たるんで。で、まあ、えー、生まれボックスと最高の3連打もあり、あり得るんでね。15、1159とか来たらね、大パーなんでね。はい。で、あと3連打なんですけど、えーっと、福島品乏ステークス、もうデータ見てわかる通りもう内枠有利なんで、 えー、万が一ミラーグロー9番とかね、11番の、えー、ブリガールとは飛んだ時用にですね、一応5番6番、えー、3枠の56番結構馬券絡んでるんで、えー、そっからの3連単を頭にして、えー、と、3着を1から8番の4枚以外ですね、えー。こちら10点1000円で買いたいと思います。はい。 まあ、そうですね。こん中で、えー、っと、無印でちょっと嫌やなぁと思うんが、正直またクロンティアクイーンぐらいですもんね。人気あってね。それがだいたい抑えとるんで、まあ、黒コスメは多分無理でしょう。重い時しかやっぱ来ないと思ってるんで。これ来たらごめんなさいね。戸崎さん乗ったところでですわ、多分。はい。うん。戸崎さんまた乗してきたよね、これね。へえ。絶対買えへん。もう嫌や、ね、も戸崎さんでも。なんか裏切られてんよ、これ。今年ほんまにこれ。はい。 うちはまあ、そうやね、パッとせえへんもんね。万が一あるかもしれんけどね。まあいいでしょはい。明日も、えー、何やったっけえー、ペッシャフェルシャはブリガルタで、もう押しときますわ。勝ツさん頼みますってことで。で、えー、ちょっと最後に、ちなみに勝ツさんね。明日ね。 ええー、まあ先週だけ調子良かったと思うんですけど、まあでもトータルしてもやっぱ福島強いんで、なんかあるかなぁと思って、えー、勝浦さん調べました芝。明日なんか走るんかなと思ったらね。えー、走ってくれました。えー、明日、えっ、ー、と、福島インバステークスともう一、もう一クらスしかないです。芝走るの、勝浦さん。えぇ、ー、もう、朝、印打ってますわ、これ。朝、寝坊専用に。はい。グラスハーモニーに乗るらしいんで、まあ来るかどうか知らないですけど、えぇ、ー、もう、 買うなら、こう、行動どうかなと思ってます、朝一。はい。えー、福島2レース戦0 2ですね、芝。え芝、ー、距離関係なく福し、えー、勝浦さん今調子いいんで。はい。グラスハーモニーね。こちらちょっとこっとかなと思います。正直、この、うちの、佐々木さんの乗り換えのこっち、佐々木さん日記で買うんやったら僕的にこっちだと思ってますけど、ね、ハーモニー。はい。 ね、小形さんのとこってことで、これ、えっ、ー、と、ブリガルタと一緒ですね。えー、ここ飛んだらちょっと不安ですけど、小形さん、ちょっとイメージないんですけどね。小形さん小形さん小形さんって最近出てきたかあんま知らんでな何買ったんですかあ、カラダレジェンドでした。懐かしい。 懐かしいのに買ってるわ。それ以外買ってないよ、これ。下田、それは、それはあかも、これ。通算66章やから、これ。5年目ですか。ちょっとまだですね。えー、今年まだ4勝んー、微妙。明日来てくれ。お願い、明日だけ来てくれ。お願いします。明日だけ来てください。はい。ということで、以上で終わります。えー、本命、ブリガールと押しておきます。ご清聴ありがとうございました。